6月は梅の収穫がピークを迎えています。この見事な完熟した南高梅、日南市吉野方で1日およそ1トンほどの収穫が6月下旬ごろまで続くそうです。完熟した梅の芳醇な香りが漂う中、作業員たちが洗浄してサイズごとに機械で選別をしていきます。梅は車に積み込まれ、松の露酒造で梅酒の仕込みです。大きく完熟した梅で直径5センチ以上はあるとか。汚れや余分な水分を一つ一つ手作業で拭いていき、ネットに入れていきます。今年の漬け込む梅の量は360キロ。計量された梅は焼酎が入っているタンクへ。今回仕込んだ梅酒は来年2月には完成するそうです。梅の状況は今年はですね、色づきも良くて、粒も大きいのが揃ってますので、しっかりした味わいのある梅酒ができると思っています。地元の梅を使っているということで、今どちらかというと地元外のお土産物として使っていただいている分が多いものですから、ぜひ地元の人にも飲んでいただきたいと思っています。梅酒を飲んで今年の夏を爽快に過ごしてみてはいかがですか？